はあ。これやばいば。おいおい。またこれまたかよ。叫んだよ。俺がやりたかったな。俺がやりたいっつってんじゃん。運営頼むわこれ。なんで？合わせた。一回もやりたかったけどなマジで。おっと。あ自分チェンプ行きます。看板壊すんですか。確認。俺ってさ初めそう確認やすい。なんで看板壊すの？看板は木が2個落ちるんで効率がいいんですよ。トランシーバー使ってまーす。高田さん、あれ離脱しますか？あ、これか。ここか。歯車15でーす。え、くどまれ15ね。歯車15。あ、ハグ。合ってる合ってる。トリプルチェックで。よし。石置いときます。石欲しいな。今回は歯車だよ。き、誰かいる？歯車了解。ごめんなさい、ごめんなさい。歯車、合ってた。いいや、じゃあ拾うね。俺もキー欲しいからキー借りまーす。あ、キー欲しい人あげますよ。あ、いいですか？ここ来ました。トランシーバー使ってます。返事はしなくていいです。ありがとうございます。応急1個と、キャンプファイヤー2個作ったら離脱してください。はい、私潜伏します。一緒に借り取ります、僕も。ブラッ！おったいさん、僕の服装に寄せてなんか LINE 作ってきたんですか、それ。あ、そうですね。シンク LINE ですか。ありがとうございます。よし。あ、Kさん、これ開けてみませんか、下の。僕もちょっと服装アッシュで。あ、開けた方がいい。見えてない。あ、ちなみに。この小屋針で開けませんか。歯車入ってる。サンタラインや、サンタライン。ちなみに、どこですか、工藤さん。もう一人か、これ3人で開けられるやつ。欲しいな。あ、今来ました。行きますよ。じゃあ、あと2名さん開けましょう。皆さん開けましょう。OK です、OK です。3人で開けましょう。これ聞こえてたのかな、高野さん。大丈夫かな。歯車でしたっけ。歯車です。よいしょ。これ横から入れないのは煩わしいな。よいしょ。ちょ、クマ借りません。おっとあいさん、森脇さん、クマ借りません。行きましょうか。上にいるから。あ、歯車と銃みたいなのあります。よいしょ。持ってていいですか。俺、手みたいなの。まあ、潜伏はね、先に。じゃあ、離脱は最初にしたんで。わかりました。今、銃1個なんでまだ作れない。岡田さんに、今度は譲りたいな。トラバサミ、俺今手に入れたんで、持ってても疑わないでください。あともう一個で僕薬草作れるんですよ。キャンプファイヤー作ってみたい。今できれば薬草を作りたい。しょ、俺2個です今俺。ちょっとね、資材奪いたいな。基盤じゃねえ。薬草はないですわ。そう、歯車です。歯車探し行きませんか、一緒に。あれ、工藤さんどこ行った。歯車探し行きません。歯車入りました。俺2です。歯車1です。え、歯車だ。チャット打ちますね、歯車。木と石で。チャット打ちます。僕もチャットに打ちました。7。8、今8 8? 9、10。今10。あと5個ぐらいですか。あと5個。探し行きません？歯車。行った？もう歯車。行きます。行きましょう、行きましょう。行きます。これ思ったんですけど、歯車集めてるとイベントに埋まってくるから、やっぱクラフトより探しに行く方がいいんですかね。まあ、そうですね。最初はなんかいろいろクラフトするよりはもうちゃちゃっと見つけちゃった方が救援物資も落ちてくるから。ふむふむ。良さそうですね。上手い人と何あるんだろう。なんかすごいやクロートの人とかもうめっちゃ早いですもんね、最初の修理。え、人早いっす。ああ、狼いるな。気をつけてくださいね。あるかな。どこだろうな。やつはちょっと任せたいな。全然ないですね。うん。一応キャンプファイヤーあるんで、寒くなったら行ってくださいね。おーい。はい、ありがとうございます。まだ半分以上あるんで大丈夫かな。全然ないですね。取ります。石はあるけど、石。俺も黄色のやつ持っとこうかな。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。色今誰拾いました？あ、僕が拾いました、2個。俺もっあ、じゃあ私と通信できます。いいっすよ、じゃあどうぞ。あ、じゃあ、持ってます。あ、持ってるんですか？誰か言います？じゃあ僕とモリアティさん黄色持ってますけど。いや、俺持ってないです。持ってていいっすよ。あ、持ってようかな、じゃあ俺。落ちてるやつ。あ、これ。これなんだ、武器庫か。これありましたね。これなんだろう。これは普通に施設だったかな。これ
あー、狼か。誰？一回出たい。ナイス。武器庫でした。多分普通のあれだと思う。普通にありますね。ああ。あ、俺相当揃いましたよ。これで7個。とベリー食べちゃう。歯車でしたよね。歯車ですね。はい、あと3つかな。了解。今増えた人います？増えてないですね。なかったな。僕は2個のままです。もう1個ぐらい。石があったら作れるんですけどね。はは。寒さ大丈夫ですか？キャンファイヤーつけましょう。ちょっと寒いっすね。ごめんなさい。はい、キャンファイヤー。ああ、ありがとうございます。寒。さっきトランシーバー誰か使ってました？僕は使ってないです。なんかピーピーガーガーになってます。なんか聞こえてますね。ノイズ聞こえましたよね。あ、じゃあ。多分鬼じゃないですか。鬼が黄色持ってんのか。ぽいっすね。なんか間違えて押したとかかな。あぶねえ、歯車持ってた。あぶねえ、バルトコだった。誰も気づいてなかった。武器が見つからない。あ、歯車。持っときますか。俺落としました。イベントいっぱいなんで。余裕があったんで。向こう組どうですかね。向こう組でだってあと2個集めてれば終わりでしょ。あ、そうですね。じゃあ戻りましょうか。一回。じゃあ戻りましょう。そうですね。食料とかもちょっとあれなんで。武器のあれがあったんですけど、誰かありました？武器のガジェットみたいなやつなかったか。あ、武器のガジェットみたいなやつありました？ガジェットってなんですか？武器のあの材料です。ありましたけど置いてきましたよ。あ、了解です、了解です。僕1個あったんで。あ、それかな。あ、これどっちだろう。これどっちだ、わかんない。上行きましょう。上っす、上っす。真上の方です。あ、よかったよかった。あ、空いてるのか。空いてるわ。おっと、あいさんの声がする。あ、そっちで2個作りましたか。 あと1個なんですよ。今3つありますね。あ、じゃあもう行きましょう、行きましょう。あと19秒だ、急げ。いける？急げ急げ。行きましょう行きましょう。もう入れに行きましょう。急げ急げ。はい。あれ今1人、あ、いてあれどこだったっけ。こっちだこっち。左下だ、左だ。左急げ、あと、あー間に合わんな。この中に確実に一人いるわけでしょ、トレイター。いや、やばいっすね。待って。え、今7人？あと誰？誰がいない？高田健吾さん。3つ入れたけど。2連続か、これ。あ、いない？あ、先。あ、2つなんで入れちゃいます。通報しとくか。今何個入れましたか？おっと、あいさん3つ入れてる。今3つ入れました。じゃあ、おっとが。みんな全部入れて。おっと、あいさん3つ持ってたはずです。みんな置こう、置こう。みんな置こう。おこう。あ、メヤさん今に入れるのよくないよ。攻撃してた。僕2個入れますよ。メヤさん叩かれた。メヤさん今攻撃してました。違うだって。おさくさんに紛れて。2個みんな違う待って。違うんです。これ取られちゃうかもしれないよね。4個も持ってる方入れてください。あと4つです。こっから逃げた人が犯人。高田さんがいないですけど、高田さんパスレイヤー。高田さん通報しましょう。追放しましょう。追放。え？誰か持ってるんじゃないの？多分持ってないよ。え？マジで？足りない。報告が嘘だこれ、誰か。待って。あれ？テキストちょっと見ましょう。入れてない人いるんじゃないかな。僕、オットアイさんに渡しました。はい。オットアイさん入れた？ケイさんとプテちゃんにもらって3つ。え、お父さんって入れたんすか？じゃあもうしょうがない、作りましょう、作りましょう。足りないってことですね。あ、作るか。了解です。あと何個？何人かで守りたいな。あと何個ですか？でも守ってます。多分僕見つけるの遅いんで。どれ入れて、ちょっと待って、確認しますね。うわ、怖っ。あと2です。あと2か。あと2。ダブルチェックします。守ってます。K さんも見てきて。あ、OK です。2個です。あと僕と K さんでじゃあ見てるんで。あれ、センターさん入れました？いや、持ってないですよ。センター持ってないです。配り殺された。セドさん初心者だと思って舐めてる。嘘でしょ。ちょっとどうすればいいのこの後。セドさんと宮さん申し訳ないけどクラフトしに行ってもらっていいですか。
戻っていいですか。なんでだよ、でちょっと勘弁してくれよ。ありがとうございます、助かります。これって中に入ってた間に合いそうですか。方角は関係ないですね、ここは一緒です。マジか、了解です。いやもう完全に半分切ったぐらい。どうしたらいいのこれって。方角どこですか。僕方角赤です。助けいきます。大丈夫ですかそれ。いい方向の一番端。効率重視でやっちゃうんで、どうしても。まあそうですね、狙い作っちゃいます。これって今あの要素が寒すぎる、足りてなかったっていうのはなんかボーナスが入らないみたいな感じですか。残り時間が左上に表示されてるんですけど、22分を切ると、ナイスね、これキャンファイアーですね。ないですね。ってのが投下されるんですね。石2つ取ってきましたよ。他に銃とかパワーアップドリンクがいっぱい入ってるんで、それ落とされちゃうと、あれ聞こえないですか。聞こえますよ、聞こえますよ。ちょっと腹減ったな。あ、木がないのか。なんか怪しい人います。あ、先端、肉あげるよ。あ、欲しい欲しい欲しい。あのじゃあキャビン前さんとずっと ありがとうございます。キャビン前に肉置いた。これ調理後でうろちょろしてて、調理後もできてないっす。あ、そうなんすか。ちょっとベリーだけ借りますね。さすがにやばいっす。え、木切った。木ありますよ。木一人お父さんが持ってた。あります。はい、あります。あ、オッケーオッケー。じゃあ石あげます。いいですか。まあ下やさろう、それが一番早い。どっちみち間に合わなかっただろうな、多分ダッシュで行っても。離脱。どの辺だ？あ、てかブリザード来るか。さすがに耐えれんな、ちょっと。いや、耐えれんな。戻ろう。あれ、家どこだ？どこだ？ちょっと声出してもらえますか？発電機って。あったあった。発電機って。こっちですよ。高田さん追放しよう。こっちか。下？そうそう、追放して。発電機。どっち？家どこだ？家どこ？声出してほしい。家どっち？こっち。家こっち、こっち、こっち、こっち。あ、そっちか。やばい、サメ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 。こっち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 。あ、ありがとう、ありがとう。ありがとう。あ、キャンパイ消えたな。キャンパイ消えました。あ、もう一個ある、もう一個ある。火が足りなくて歯車一つしか作れてないです。火が足りない。燃料の追加仕方わかんねえな。火切りたいな。火取ってきます。火取ってきます。火くべるだけでいいらしいですよ、その場合。へえ。なんでなんでたなんでと、これ武器のあれ材料ここ入れときますね、ここに。工藤さんどうします。工藤さんのある程度指示聞きますけども。結構先端怪しくない？え？何？なんか今木が足りなくて1個はできたけど。何？ダッサ何？木取ってきたよ。ね。木置きます。ナイス。やりました？うん。お願いします。なんで？なんで怪しいのよ、Kさん。いや、あの木の無駄遣いが。ああ、いや、さっきKさんだって一緒に刈り取った時にさ、キャンプファイヤー作ってたじゃん、僕一緒に。はい、確かに切りましたね。あ、え、これ持ってきてくれたの？お願いします。あれ死んでる？誰か死んでる。誰か死んだ。あれ、死んだの？地雷って必要なの？え、さっき7人いたよね。地雷はいらないと思う。いらない？ねえねえ。え、誰か殺されてるよ、村人。え、誰か死んでるってことは、ここに2人いるってことだよね。死んでる、死んでる。工藤さん、人痘指揮取ってほしい。はーい。多分、やばそう、今。OK です。一回小屋の前集合していただいていいですか？はい、中に入った。OK です。はいはい、離れてんな、これ。中でいいですよ。中でいいですよ。え、でも死んでるの高田さん以外いないっすよ、だって。ってことは高田さんが誰かに。高田さんが死んだ。高田さん遭難して殺されたかな。小屋の中入っていただいていいですか。人数確認したいので。はい。高田さん殺されてるんだ。高田さんじゃん。あ、やられたの。何人か。三人で分かれます。みんなが喋ってくれればいいじゃん。そうですね。でも声は多分みんな違和感ないっすよ。うん。そうか。先端さんの声が聞こえない？え？
僕、あ、聞こえますか？聞こえる、聞こえる。聞こえてます。びっくりした。なんで、Kさんに届かないんだけど、僕の声、いつも。Kさんだけに届かないんだけど、昨日も。ちょっと、プラス手段コードが苦手なだけです。じゃあ、普通に高田さんがなりきってるとかじゃなくて、高田さんが、市民で死んだんだ。終わったんで、作戦なんですけど、残り、あ、そういうこと？高田さん市民だったってこと？でもそれにしてはでも序盤すぎます。分かれたいんですね。まあ、いいか。左右東と西で分かれたくて、はいはい、太ってる組東、西、痩せてる組東でいきませんか？オッケーオッケー。オッケー。はい、了解です。で体力とかあると思うんで、13分なったら5でいいですか？了解。それで準備。はい。オッケーです。オッケーです。太ってる側は西で、太ってない側は東です。エリ全然来ないんだけど。太ってる側はダブルですよね。準備して、準備していただいて結構です。あ、それ終わってますよ。邪魔くせえ、歯車が邪魔くせえ。ホットパイ作りたいな。お肉はできる。あ、いた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 。こいつらハロー、こいつらハロー。どうぞ。ありがとうございます。うるれ。はい。やだ。早戻ります。パス。痛い痛い。僕10のパーツ1個持ってるんですけど、誰かもう1個持ってません？何ですか？持ってないですね。10のパーツ持ってないですね。僕はないですね。1個だけなので、もったいなくて。あそこに入ってるって言ってた。エリー全然ねえな。箱に入ってるって言ってた気がするけど。それを拾ったんじゃない？計算が。いや、違います。あの、先に工藤さんと一緒に、なんか開けに行ってました。じゃあ、家の箱に入ってるんじゃないですか？あ、OK です。OK です。13分になったので、行きますか。行きましょうか。OK でーす。ちょっとベリーなかったら全部貼られてたな。え、太ってる組ダブルでしょ。これもらっ、持ってもらっていいですか、これ。いや、いらない。ホットパイ1個だけあげれるけど、ベリーがない。お腹空いてんだよ。あ、欲しいです。盛り上げて欲しい。あぶね、絶対疑われてる。あとガンパーツ持って欲しいです。あれ、みんなどこ行った？ふてやさん。ふてやさん。はい。はい。どこ行きました？見てください。出身地。連絡取りましょう、これで。モリアティさんがそれ持ってるんで。あぶねー。オッケーです。あぶね、バレるとこあった。僕も一応黄色いの持ってますよ。あ、やばい、ブリザード。オッケーです。向こう。プテヤさんに持たせてたので、ブリザード来ましたけど、じゃあデブ組は行きますか？え、どうするのこれ。ブリザード、ブリザードちょっと、じゃあ小屋戻りましょう。オッケー。あー、もう全然全然進めないな。一応僕これでもいいかなんですが、わかりました。あの、任せます。あ、オッケーですか。ありがとうございます。薪ありますよ。薪は一つあるんですけど、肉ないですよね。肉、あ、肉は確かないか。ホットパイ作りたいけど無理か。これ高田さんなんで死んだんだろうね。え、でも普通になんか離脱のタイミング早かったから、オオカミで事故ったっていう。あ、噛まれたのかな。そう、そんな感じするけど、市民にしてはちょっとあまりにも離脱早かったと思いますけど。え、これなんで歯車足りてたはずなの、なんでこれ足りてたんですか。ああ、そうね、あれ誰か多分入れてなかったと思うんですけどね。先端か。やばいな。僕持ってなかったですよ、もともと。渡してたし。他にオットアイさんにチャット見たらわかると思います。チャットで足りてたでしょって。ちょっと、ベリーも欲しいな。ちょっと取ってくるかな。やばいかな。行きます。ベリー、ベリー3つあるよ。ああ、でもちょっと遠征用に、遠征用に欲しいな。はーい。お、やんだやんだ。なんか戻ってくるって言ってますよ。あ、見つかりました。聞いてみてください。見つけたってなんて言ってます？今、いや、なんか戻るってしか言われてないです。ちょっと今通信した、聞いてみました。行ったらどうですか？聞こえますか？今尋ねてます。返事がない。死んだ？聞こえますよ。え、コントロール押してますちゃんと。
なんか見つかってはないっぽいっすよ。ああ、じゃあダブルでしょ。ちょっと待って、調理させて、調理させて。怪しいぞ、これ。怪しい。いや、違う。違う。ベリーがね、全部取られてたんだって。あ、ほんと？うん。あ、下げてる。やられてる。あ。え、どういうこと？高田さんが、よし、行こう。悪いやつだったってことなんじゃないですか、デブ組行こう、デブ組。うん、そういうことか。デブ組行こう。おったいさん、間違えて、チンですか？回復させちゃったっていうことなんじゃないですか、これって。僕ら南見てきますね、東なかったんで。了解。なるほど。あぶね、怪しすぎるよな、さっきから遅延しまくって。デブ組左向かってます。あったらいいな。ここ橋か、橋渡んないといけないか。電柱ありましたね、これはあえて言わない。なんだこれ、渡れない。向こうから、あ、白老湯。やばい、これやばい、これめっちゃ強い、これめっちゃ強い。あ、逃げた。ガン逃げした。ガン逃げ。やばい。僕オットアイさん信じてるから、結構先端ワンチャンあるけど。オットアイさん、よし、自然な流れ。食料も確保できたし。よし。いやー、高田さんマジでよ。なんで2連続トレーターで死んでんだ、離脱して。一回帰りましょう、おとわいさん。高田さんの追放が解除されてる。解除されてる。これさ、二人じゃないできないし。え、ちょ、助けて。助けて。なんか、狼いる。助けてほしい。いない？聞こえない？お前しつこすぎ。ここ洞窟か、初めて来た。ああ、いやでもこれきついな。ああ、クマいる。きついなこれ。あれどこ？もうちょっと回復欲しい。おとあいさん、材料見て欲しい。あー、危ねえ、行かなくてよかった。オッケー。あ、ちょっと材料いらない。これ材料いらない。ビーコンだ、これやばい。どうしよう。死ね。死ね。とどめ刺し行くか。いや、もうこれは出て。いいです。ホットアイさん、温め合いましょう。危ねえ、行かなくてよかった。でもこれだと発見できない。トワイさんどこですか？どこですか？足跡上にありますよ、なんか。あ、え、本当ですか？ありがとうございます。足跡上にもありました。よかった。あ、ちょっと待ってくださいね、電柱で。え、なんか声右から聞こえなかったかな。
違うか。モントアイさんの声聞こえましたよね今。聞こえた聞こえた聞こえたけどどっちか。なんで助かったんだ。なんで助かったんだ。なんで助かったんだ。なんで見逃されたんだ今。あ、追わなくていいと思います。いや、バレてんのか。これどうすればバレてんのか。いや、ちょ、これきついって。これどうすればいいんだ、これ。高田さん、ちょっと勘弁してくれよ、これ。銃作れる、銃作れる、銃作れるぞ、これ。これ作れるぞ。まだ追放されてないよね。これいけるぞ、これ。まだチャンスあるな。バスキ待って、あーもういいか。いや待って待って、やば、最悪。お前さけバカ、お戻れバカ。ハウスハウスハウスはハウスハウス、こらハウスハウス、カビカビハウス、こらハウス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 は、こらダメでしょ。あぶねえ。くそー、体力ね、体力回復して、高田さん。高田さん、いたら体力回復して。あの地雷欲しいな。発電機壊せる。壊せ壊せ。よし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 。いいぞ。地雷警戒してなかった、まったく。仕掛けとこう。待って、これ出れる？上のブス取り行くか、左上の。お、これありがてえ。高田さんいたら体力回復して。よし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 。来すぎか、これ。あ、でも近そうだな。修理はされてないっぽい。さっ
っきのあの地雷欲しいな。いや誰もお前マジでマジでよ。あでもこれ時間制限来たな。これ勝てるな。戦うか。いやーいい遅延だった。しかも強っ。なんでこれ強っ。やば物資。あ回復してくれた。これ勝てそうだな。やばすぎ、やばすぎ、寒すぎ。これ勝ったでしょ。いやよく勝ったなあの状況から。寒すぎ。銃しかない。あれ回復した。あ道しるべ破壊しとこう。えい、えい。えい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 。あっねえやさん。あっ、あしゃー、お疲れ様でーす。よっしゃー。これど誰、えっ、おっとあいさん、やっぱり村か。これ村村村ですよ。いや申し訳ない、なんかおっとあいさんは、なんかアイテムいらないやつって言うから、アイテムいらないやつって言っちゃった。これ時間で勝ったってこと？ごめんなさい、時間で、はい、時間で勝ちましたね、うん、クマに殺されちゃった。ちょっと何してんですか。ちょっとめっちゃ序盤にクマに、センちゃんごめん、クマに殺されたっつって、ちょっと何してんすか。ドリンクを取りに行ったらクマがいて、あの噛み殺されちゃったもうちょ、もう絶望でしたよあの時。でも歯車めっちゃ盗んで遅延したんで。ディスコード集合するか。あーあれ、あー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 、お疲れ様でーす。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 お疲れ様でしたー。いやトレーター結構勝ちましたね今日は。うん、そうですね。はぐれ、はぐれマン全然見つかんねえ。こっちだ。一応どうだろう。殺した。あ、来ました。まあ、勝ちではなかったけど、実質全部勝ったか。時間切れ勝ちか。そうですね。先端差強えな。だからずっとあれ、焚き火焚いてたんだ。そう、あの、はぐれマンめっちゃ盗んで、うん、で、あの、終わったら、あの、こあのキャビンの、あの、ボックスの中に入れてました。こっそり。あれ？そうなんだ。足りないの足りないのとか言って。で、足りたら、今度はボックスの中にこっそり入れてました。そうっすよね。やっぱね、センターさんなんか歯車持ってるって言ってたのに。いや、そうだよな。ないって言ったから、え？怪しくねえと思ってたんですよ。持ってませんでした。やっぱ決め打ちですぐ通報しないとね、そういうのはね。そうっすね。やっぱ誰が何持ってるか絶対決めといた方がいいな。通報されなかったから、あと結構生き延びれましたね。え、あれ、キャビンちゃん開けられても誰が入れたかは分かんないから。わかんないっす。あ、そうそうそう、ボックスだから誰もいない時を見計らって、ね、なんか調理してるふりしてボックスの中に入りました。Kさんとおっとあいさんミュートなのは気づいてないのかな。あ、大丈夫ですよ。気づいてます。あ、ごめんなさいごめんなさい。いやー、うまいなー。あー、よかった。早めに気づかないときついっすよねやっぱり。まあそうっすね。あとは遅延されすぎてますね僕に。なるほど。うん、あのデブ組が西に行くときも露骨に足引っ張ってましたからね。あの吹雪来たから戻るって言ったのも遅延行為なのあれ。いや、あれは仕方ないですけど、ってもよかったね、あれはしょうがないんだ。あのベリーが足りないとか言って。あ、ベリーね。
なんかオットアイさんを人狼決め打ちで殺してやろうかと途中思っててごめんなさい。オットアイやばかった。どこですか？そんなに？村ですよ。いやあの歯車が必要だった時に。いやもういやあれは決め打ちしててよかったマジで。だって僕の命がけのさ連絡だったのに。あ確かに確かに。うん。あオットアイさん人外だと思って体温下げようと思ったけど。周りにいっぱい人いたから体温下げようとかだってすることなかったから確かに何もないって言ったもんな申し訳ね